江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら警告の掲示板からのご紹介でございます。警告民、岸田が推進する天皇崩壊が容易でない理由ということで、こちらねスレッドがありましたのでご紹介していきたいと思います。以前にもちょっとお話ししたと思うんですけど、あんまりにも政治的な話なんでそんなに見てない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあこれはあくまで憶測ですよ。憶測なんですけど、証拠はないんですけど、まあ記事が以前出てたんですよ。結構前だな、もう半年くらい経つんじゃないかな。外交で政治的な遺産を残したい岸田首相、天皇陛下と雅子様の慶国ご訪問を実現へということで、いや、決まってないですよ。これはあくまで想像っていうか予想の世界ですよ。まあこういうことするんじゃないかっていう話ですね。はい。まあもちろん断るなんですけど。で、こちらに対してですね、まあスレッドがありましたよ。まあちなみにですね、ソウルでこう天皇誕生日を祝うレセプションが、まあどこの各国のね、日本の大使館が主催して各国でやりました。その時に外で、こうやるなと、デモしてる人たちが韓国にはいましたということで、これは多分ちょっと古い写真もあると思うんですけど、はい、今年もありました。これ多分今年の写真ではないですね。うん。まあ、こんな感じでですね、デモが行われてるんですよ。そのレセプションの外では。はい。ということでね、じゃあこちら書き込みの方見ていきましょう。来年2025年が建日国交正常化60周年ということで、もうすぐなのですが、ちょうど現在渓谷政府も歴代級に日本に好意的なユン・ソクヨル政府なので、日本の岸田首相がこれに合わせて現在天皇の歴史上初の訪韓を推進している。でもこれは簡単じゃないと思うんです。このようにソウルで天皇誕生日パーティーをするだけでも左派派の日種族主義者の乱闘が起こるからだ。以前、北朝鮮のキム・ジョンイル総書記も、キム・デジュンとの首脳会談後、ソウル訪問を真剣に考慮したが、こうした安全上の問題のため、結局取りやめた。このように、反日左派の乱闘によるリスクが、史上初の天皇崩壊が容易でない理由だ。天皇が崩壊して、イポンちゃんのような人が出るかもしれないし、昭和天皇の暗殺を試みた活動家、政治的にも、見た目が良くないかもしれない。ユン・ソクヨルのように乱暴を働く左派を徹底的に棒でコントロールしなければ不可能。はい、という書き込みでした。それではですね、こちらに対して警告の反応を見ていきましょう。はい、それでは一人目こちら。あの反日主義者に見える子たちはスパイだよ。決して反日のためにああするのではない。渓谷政府の立場でも、あえて論議を甘受して天皇を受けなければならない理由がない。わらわら。徳島を渓谷領土と認めて、第7航空建日共有とかではない限り。イポンちゃんみたいな奴が出てきてみろ。渓谷という国家は消滅する。身の程を知らないね。来たるなって言えよ。赤たちが何をするかわからない。ユン・ソクヨル大統領は、日本に国内政治テロと言及し、なるべく崩壊を引き止めるべきだ。朝鮮半島の反日のこのせいで、また県日関係が悪化するのではないか。天皇が今、退位して魚類学者として暮らしているのに、渓谷でハゼの新種でも出ない限り来たくもないよ。それは違う、じゃないか。1、県中院参拝、渓谷の国家有効者兼テロリストの墓地、2、チョンドファン、時代と同じく天皇の故障。二つだけ守れば、天皇のご機嫌取りで来ても構わない。一つでも守れないなら、絶対に来てはいけない。絶対にダメだ。反日虫たちのせいで、まずいことが起きる。絶対にあれは反対。まだ否定時代だよ。もう日本に負ける国でもないのに、どうして、まだ、そんなに劣等感がひどいのかわからない。昔は、日本よりずっと貧しかったから、その劣等感を誇りに消化するために、反日に力を注いだなら、もう、骨格も同等に成長したし別に、劣等感を持つ必要もないと思うのに。
日本が謝罪をしなかったわけでもなく、賠償をしなかったわけでもなく、だからといって 100% 許しなさいとかじゃなくて、お互いにビジネス関係で協力した方が反日よりは得だと思うんだけど。天皇が来たら得より質の方が大きい、わらわら。分裂した左派たちの団結大会場になる。はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応いきたいと思います。まあよね、この写真も不敬だよね。じゃあタイ、あれだよね、タイが嫌韓なのもね、国王をこうコラージュしたから激怒したんだよね。奉還する理由とかそもそもありえないから。天皇陛下奉還とかさせるわけないだろう。いやー、まあしてないだろう。そんな陛下を危険にさらすことなんて、ま、芸国民そろって土下座したぐらいじゃ許されんことしたからな。お前らはジョンウン君を迎え入れる準備でもしてろや。だったら台湾、そうね、するわけないと思うぞ。君が世で切れるぐらいやし、がなめられてるから好き放題やないか。天皇政治に介入は憲法違反じゃないにか。レセプションで君が世流しても発狂する奴らのおるとこに行かせられるか。すごいよね、支持率が 10% 台になってもんね。びっくりしちゃったわ。まあ今誰が天皇さんやってるか把握できてなさそうだけど。天皇陛下が暗殺されたら岸田は追い腹詰められるのか。は、好意を感じたことないんですが、ストーカー野郎。王室レベルの外交でないと行く必要はない。あれ、渓谷って王室あったっけ。後先考えずに日本人が困った顔するのを見たがお前らだぞ。天皇陛下にパイ投げとかされたらどう責任取るんだよ。国交持ったばっかりに国交ない時より迷惑してるんだよこっちは。はい、これから世界一貧しい国に向かって邁進するのに気づいてないのかな。前リッパーとつうアメリカの大使でさえ切られたんだぜ。何されるかはとね。60年間正常な国交してた時なんてあった。ずっとこっち見て勝ったの負けたの言い続けてるメンヘラな国なのに。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。最後まで江戸川メディアラボをご視聴いただきありがとうございます。お手すきでしたら、こちらの最新動画と人気動画もおすすめしております。ぜひこちらからチャンネル登録もよろしくお願いします。画面下で評価コメントもぜひお寄せください。動画投稿の通知が欲しい方はチャンネル名の横のベルをご利用ください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。